富山を選択肢の一つとして考えてもらうというところが今回の趣旨になっています。地元で働くっていうのはどういう感じなのかなって聞きたいですね。富山で働いて楽しいこととかこういうことがあったよっていうのを教えていただきたいなって思ってます。これからの進路とか考えるきっかけになったのでいい経験になりました。どんな職業であってもやりがいがあって頑張っていけるっていうのがすごいいいなと思ってとてもいい機会でした。大人に聞く。